はい、夜景からのルナパン。なんかこんな急に、今日日曜日っすよ。いや、本当深谷さんマジありがとうございます。マジで急に呼び出されて、ちょっとね、本当にあのサプライズ苦手やから、ちょっと深谷さんにいろいろアドバイスしてもらってちょっとね、今日はリリちゃんにサプライズしていきたいと思います。これなんでこんな急なんですか？今日思いついたって感じですか？いや、今日思いついたっていうよりも、うん、今日やらないと、うん、多分バレちゃうんですよ、ね、なるほど。だからちょっと、まあ、深谷さん申し訳ないですけど、うん、ちょっと今日ね来てもらって、うん、買いに行こうかなと思ってます。何をする予定なんですか、サプライズは？サプライズは一応まあケーキと、うん、あとクリスマスプレゼント、リリちゃんが欲しいやつ買ってあげて、うん、で、まあ、最後はね手紙をねプレゼントしてあげたいなと、日頃の感謝込めて。なんでそんな急に思いついちゃったんですか？まあここ最近ちょっとね YouTube 伸び悩んでる時期があって、結構お互いねちょっと気持ちが落ちちゃってる部分があったんで、もう元気づけてあげたいなっていう気持ちと、まあ、本当に頑張ってくれてるんでしっかりとプレゼント渡して感謝の気持ちをね、伝えてあげたいなって思ってますね。なんかいつも感謝を伝えることとかあるんですか？いつもはあんまなくって、正直、うん、どっちかっていうとリリちゃんに、まあ、本当に助けてもらってることが多いんで、うん、まあ、僕も不器用ながらだから今回はね、あのリリちゃんにプレゼント買ってあげたいなって。サプライズ成功したことは あるんでしたっけ？過去一度もなくってマジで俺下手くそすぎて、うん、でだからもうちょっと今日もね正直うまくいくかわからないんで、うん、まあね、うまくいかなくてもボツにしないで、ね、ちょっとありのままをお届けしたいと思います、うん、でリリちゃん今友達とご飯行ってるんですよ。なんでちょっとその間に深谷さん、ね、申し訳ないですけどすぐ呼び出して、でちょっと一緒にねもう買ってすぐもう戻る感じしないとバレちゃうんで、ミサさんが家にいない間にもう買って家で待ってるっていう、そういう作戦なんです。もうそうです。もうこれやったらもうだってその日に渡すわけなんで、うん、だからもうこれだったら絶対俺でも失敗しないなと思ったから、うん、もうこれでねちょっと行きたい。なるほど。今日は絶対成功させます。じゃあ行きましょうか。買いに。本当申し訳ないですけど、あざっす。はい、というわけでね、買い物してきて、でね、あらかじめリリちゃんが欲しいって言ってたやつがあったんで、これをね、プレゼントして買ってあげました。であとはね、まあ、クリスマスケーキ、大きいんだけど、まあ、これをね、買って、送ってあげたいと思います。緊張しますね。いや、めっちゃ緊張してます、本当に。ですね。まあ、ちょっと成功を祈ってますよ。本当、深谷さんの、もう本当にパワー借りて、緊張します。はい。ありがとうございました、今日。じゃあ頑張ってください。マジ頑張ります。これで少しでもね喜んでもらえたらって思うんで、まあ、ちょっとね先に帰りたいと思います。アザラシルータン OK かな。何してる？アベニチ大丈夫大丈夫、ね、じゃあ行こうか。はい、せーの、皆さんこんにちは、リロリサです。はい、まあ、今日なんですけど、はい、頑張る彼女に感謝の気持ちを伝えてみた。え、はい、なれそめじゃないの？そう、まあまあね、こんな感じで今日はやっていきたいと思います。まあちょっと、はい、じゃあ目つむってもらって。目つむってマジ絶対開けないでね。目つむって見てる。ダメだよ、ダメ。マジで目つむってね。なにまだ開けてないですね。はい、というわけで開けてください、どうぞ。いいの？いいよ。なにかわいい。ケーキ、ケーキ。いちごのショートケーキ。そう、リーちゃんいちご大好きでしょ。だからね、うん、プレートも書いてもらって、そう。見て、いつもありがとうって書いてある。大好きでしょ。だからこのケーキができたの。いちご大好きでしょ。いちご大好き。はいはいはい。なんで？え？なんで急に？だから、まあリーちゃんね。まあ頑張ってるし、なんか俺も忙しいかって優しくできなかったから、そうだから気持ちですね。あと、まあ、ちょっとクリスマスもちょっ
ちょっと近いっていうことでこれも買ってきましたよ。何これ、クリスマスプレゼントみたいなもんね。プレゼント見て、ディオールだ。何ディオール、怖い怖い怖い。何見て、キラキラ。これ開ける前に写真撮りたいのに。だって開けて、いくつでも買ってあげるから。え、これリサずっと欲しかったやつや。欲しいって言ったでしょ。何ケース、何ケース、使ってかわいい、かわいい。え、ありがとう、ジャナさん。よかった。サプライズできるんだね。そう、サプライズ成功ってことでいいですか。ということで、今日はサプライズ成功です。何、その動画なの。その動画です。それだけ、うん、それだけ。あとね、実はね、あのちょっとまああんまり俺、そう、口下手だけど、まあちょっとリリちゃんに手紙書いてきたから読ませてもらおうわ。嘘じゃん、嘘じゃん。ルーさん、手紙書かない人なんだよ。そうそうそう、ちょっと、だから、え、ちょっと、緊張するな。なんでリリちゃん、泣いてんの。鼻水。まあ、読むね。じゃあ、リサへ、リナリサとして、今 SNS 活動を始めて、約1年。立ちましたね。で、最初は仕事もしながらで慣れない動画編集、本当に大変だったよね。それでも、まあ、夢のために頑張るリサの姿を見て、本気で俺も、頑張りたいって、そして頑張れてこれました。で、まあ、ありがたいことにいろいろお仕事も、まあ、いただけるようになって、まあ、2人とも働きながらね、活動していくっていうのがすごい難しくなって、まあ、特にリサはさ、夢のためにっていうことで、まあ、一回仕事を辞めて本気でリナリサの活動専念しようっていうところで、まあ、今始めてるよね。なかなかうまくいくことばっかではなくて、まあ、頑張って撮った動画もさ、思うように伸びなくて、で本気で悔しくて泣いてる姿のリサを本当近くで見てきたから、もう本当にリサのためにもっとね、俺も頑張らなきゃなって思ってます。リサは俺にとって人生で一番大切な人で、そして俺はリサのこと一番のファンです。だからこそリサの喜ぶ顔が一番の僕の幸せです。ね、俺は本当容量もさ、リサほど良くないし、もうどっちかというとリーちゃんにいつも突き放すような、ね、言い方して傷つけちゃったりしたこともありました。で、そんな自分と一緒になってくれて本当に感謝してます。これからもリサと辛いことも悔しいこともいろいろ一緒に経験して、それ以上に笑い合っていたいです。まあ、こんな不器用な、ね、俺だけど、リサのことは世界で一番愛してるって自信満々に言えるんで、これからもよろしくお願いします。そうなんです。ちょっとなんかうまくいくことばっかじゃないしね、けどさ、リリちゃんもさ、将来自分のさ、なんかいろいろ美容とか洋服とかアパレルとかさ、いろいろやっていきたいってのも知ってるからさ、俺は全力でね、まあ、リナリさんのさ、もう一番のさ、だってさ主役なわけだからさ、リリちゃんには本当頑張ってもらいたいから、俺はね、俺のやれることでしっかりとリリちゃんのサポートをね、これからもしてってあげて。ありがとう。うん、ありがとう。手紙はええとこだよ。なに、ルナさんさ、5年付き合ってて1回しか手紙くれたことないの。チャンネル登録よろしくね。でね、あの今日はリリちゃんに本当に感謝の気持ち、あとやっぱここ最近ちょっと元気なかったからね、私はもう元気になってほしいな、クリスマスも近いから
ていうのも含めて口下手な俺からのありがとうです。ありがとうございます。これケーキもりゅうちゃん食べて、後で食べよう、一緒に食べる、うん、これ上に乗ってるいちご全部りゅうちゃん、うん、全部全部全部あげる。特別な日だから。ありがとう。ただ今日からまた一歩ずつね、頑張ってやっていこう。頑張れる。頑張る。うん、ありがとう。OK。サプライズ成功。優しい声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 。ありがとうございます。はい。というわけで、はい、今日の動画はね。これでいいの？だよ。はい、以上になります、うん、はい、この動画が良かったな、うん、これからも2人のことを応援してもういいよって思ってくれる方がいたら、ぜひチャンネル登録と高評価、グッドボタン、じゃあ高評価とあとコメントもたくさん書いてくれたら嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。